皆さんこんばんは、みつのです。今回女性を背後から襲うネット掲示板で犯行予告がありました。 SNS による拡散で八王子市が注意喚起しており、警察も出動ということです。東京都八王子市は2022年6月21日、八王子駅周辺で女性を襲うとの旨の犯行声明がインターネット上に書き込まれました。そして注意を呼びかけております。発表によれば、犯行声明は昨日の20日に書き込まれました。21日の19時から24時にかけて、八王子駅半径 10km 以内で女性、まあ、高校生、大学生、会社員をターゲットにして背後から襲うという内容です。声明をめぐっては、ネット掲示板で連投されていることが発覚して、SNS 上で拡散してます。具体的な手口は書かれてたりとか、なんかいろいろ自身の身体的特徴まで書いてるんですよ。で、この人ずっと考えていたこと、明日必ず実行すると予告してます。八王子市は警察署でも万全の警備体制を整っていただいてます。市民の皆様におかれましても、不審者には十分ご注意ください。不審者に遭遇した場合なんですが、すぐ警察に110番通報をお願いします。また不審者から不安を覚えるような行為を受けた際、大声で助けを求めてください。その場から逃げて身の安全を確保しましょうと呼びかけ、人通りの少ない道や薄暗い道については被害に遭う可能性が格段に上がるんで、できるだけ避けてください。そして歩きスマホや音楽聴きながらでの歩行については隙がめちゃくちゃ出てしまいます。不審者に対する警戒心がものすごく薄れてしまうので、この行為も必ず避けてください。事件はいつ何が起こるかわからないんで、くれぐれも用心をしてください。事故がないことを願います。あと、しょうもない予告とかね、もうするだけでも犯罪になりかねないからやめときなさい。恥ずかしいよ。